以上をもちまして、ムーンショット目標6公開シンポジウム2022のすべてのセッションが終了となります。最後に、科学技術振興機構理事長、浜口道成より閉会のご挨拶を申し上げます。皆様、こんにちは。JST 理事長の浜口です。本日は JST のシンポジウムにご参加いただきまして誠にありがとうございます。ムーンショット型研究開発制度はご存知の通り、野心的なムーンショット目標の達成に向けて研究開発を進める制度でございます。現在国により9つの目標が設定されており、そのうち JST は6つの目標を担当させていただいております。本日シンポジウムを開催いたしました本目標では、研究開発開始から1年ほどが経ち、このような形で広く皆様にその成果をご報告できることを大変嬉しく思います。またプロジェクトマネージャーや研究開発プロジェクトに参加する研究者の皆様に日々のご尽力を改めて深く御礼申し上げる次第でございます。岸田内閣が掲げる新しい資本主義の実現では、成長戦略の最初に科学技術イノベーションの推進が掲げられており、本日副大臣の大野敬太郎先生からのご挨拶にもありました通り、本事業にも大きな期待が寄せられております。コロナ禍で本日も多くの方々がオンラインからのシンポジウムにご参加いただく状況となっております。残念でございます。本来ならば対面でいろいろと深い議論を交わしたいと願う次第であります。しかしながら、新型コロナウイルス感染症はもうすでに世界中で500万人を超える死者を出している未曾有のパンデミックであります。さらに2050年カーボンニュートラルや2030年の排出削減目標の実現に向けた経済社会活動の変化、国際的なサプライチェーンの混乱など、さらにはロシアのウクライナ侵攻が起こるなど、国際秩序も激しく変動しております。その中で新たな秩序への対応を迫られる今日、 JST は本事業が目指す全ての人々のウェルビーイングがますます重要な課題となっていると実感しております。その実現に向けて、未来のためのイノベーションを創出するべく、 JST としても全力を尽くす所存でございます。事業に関わるプログラムディレクターをはじめ、プロジェクトマネージャーや研究者の皆様には、より一層のご精進をお願いする次第でございます。最後になりましたが、2050年の目標達成に向けては、研究者のみならず、シンポジウムにご参加いただきました皆様、さらには幅広い日本国民の皆様に、引き続き本事業とそれに関わる研究者の皆様へのご支援をいただきたいと切に願う次第でございます。本日はどうもありがとうございました。来るべき2050年の社会を見据えて、一歩二歩と共に歩んで新しい未来を作っていこうではありませんか。どうぞよろしくお願いいたします。